ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は花より団子ってドラマを知っているか？もちろん知ってるわよ。井上真央さんが主人公役を演じていたわよね。ああ、他にも御曹司役で松本潤さんや小栗旬さんなどが出演していたんだ。いやあ、めちゃくちゃ豪華なメンバーじゃない。出演者の人気もすごかったんだが、話の展開も面白いと好評で、視聴率も非常に高く、続編や映画が作られるほど大人気だったからな。へえ。しかも、花より団子は韓国や中国でリメイク版も放送され、そちらも大ヒットを飛ばしたんだぜ。え、すごいわねー。主人公の名前が変更されたりしているようだがな。やっぱり一度ヒットした作品は、多少変更してリメイクしても成功するんだと思うわ。いやいや、そんなことはないぞ。リメイク大失敗したドラマってのも存在するからな。そんなものもあるの？なんだか気になってきちゃった。詳しく教えて、マリサ。ああ、いいぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するドラマはスーツだ。オリジナル版はアメリカで制作され、2011年から2019年まで放送されたんだぜ。結構長い間やってたドラマだったのね。シーズン9まであったからな。それだけ続いたのは、視聴者から人気があったってことかしら？ああ、その通りだ。敏腕弁護士であるハービー・スペクターと頭脳明晰な青年マイクロスが、タッグを組んで挑むリーガルドラマで、ハラハラドキドキさせるような内容なんだぜ。しかも、演じている俳優陣が美形ばかりで、画面がすごく華やかなんだ。私も見たーい。イケメン好きの霊夢好みだと思うぜ。それに、ニューヨークのマンハッタンが舞台となってることもあっておしゃれだしな。全体的にスタイリッシュなドラマなのね。けれど、ハービーの所属している法律事務所内では、出世を狙う同僚と対立していたりと、結構ドロドロな一面も出てくるけどな。ってことは、蹴落とし合いとかもするのかしら。主人公たちの弱みを握ろうとする登場人物もいるぞ。うわぁ、そんな嫌な奴も出てくるんだ。出てくる登場人物が全員個性豊かなので、見ていて全然飽きないドラマなんだぜ。聞いてるだけでも面白そう。そして日本では、月9の枠でリメイク版スーツが放送されたんだが、視聴者からはオリジナル版より劣化してるという声が出たみたいだ。え、どうしてなの？まずメイン二人の配役が合ってないと言われていたようだな。一体誰が演じてたのかしら？敏腕弁護士である海将吾役は織田裕二さんが演じることとなったんだが、髪型がオールバックじゃないし、イメージと合わない。年齢が上すぎない？と批判的な意見がかなりあったらしいぞ。でも、海外ドラマのリメイクを日本人が演じるんだから、見た目に違いが出るのは、仕方ない気もするけど。それでもオリジナル版のドラマでは、オールバックをいじるくだりもあるので、ファンとしては髪型を忠実に再現して欲しかったのかもしれないな。まあ、もう少しビジュアルを寄せるくらいはした方が良かったかもね。あとは年齢についても、オリジナル版で演じていた俳優は40代前後だったので、50代の織田裕二さんでは老けすぎだと言われていたんだぜ。なるほど。そして頭脳明晰な青年の鈴木大輔役は、平成ジャンプのメンバーである中島優斗さんが演じたんだが、アイドルじゃなくて、きちんとした俳優を使って欲しかった、という嘆きの声が SNS で投稿されていたしな。そうだったんだ。しかもオリジナル版の方では、少しやんちゃな青年として書かれているので、中島優斗さんのような爽やかな顔つきは、役柄に合っていないと思われたみたいだ。メイン二人がファンのイメージ通りじゃないって、結構な痛手じゃない？ああ、月9の枠で放送されたにもかかわらず、平均視聴率は 10.8% と低かったしな。あらや。舞台もニューヨークではなく東京に変更されているので、スケールが小さくなっている、と感じてがっかりした人も少なくなかったようだ。オリジナル版と比べて華やかさが減っちゃったんだ。続編も制作されたようだが、平均視聴率は前作を下回る 8.5% だったんだぞ。ひょえー、大失敗じゃないの。天下の月9でこの視聴率は、さすがにまずいよな。海外ドラマのリメイクをするなら、配役や舞台となる場所の設定を、もう少しちゃんと考えるべきね。続いて紹介するドラマは金田一少年の事件簿だ。私、このドラマの原作漫画を読んだことあるわ。ギャグシーンも面白いし、トリックも予想がつかなくて楽しいのよねー。名探偵コナンと並んで、二大ミステリー漫画と呼ばれているぞ。へえ。
そして金田一少年の事件簿は、シリーズ累計発行部数が1億部を突破しているんだぜ。うひゃあ、1億って凄まじいわね。主人公である金田一はじめは名探偵である金田一康介の孫という設定なので、じっちゃんの名にかけて、という決め台詞を言うんだが、これも結構有名だよな。うんうん。そして漫画だけでなく、ドラマ版も非常に人気で、何度もリメイクされているんだが、霊夢は知っているか？そうだったの？ああ、しかし視聴者からはリメイクされるたびに、不満の声が上がっているようだぞ。どういうことなの？初代の金田一はじめ役を務めたのはキンキキッズの堂本剛さんなんだが、初主演だったにもかかわらず、彼の演技が役柄にとても合っていたんだ。ほう、どんなところが合っていたのかしら？主人公は IQ180 という天才的な頭脳を持っているんだが、普段はおちゃらけて、幼馴染であるヒロインに叱られてるキャラなんだ。ふむふむ。堂本剛さんはそういった部分をうまく表現しており、はじめちゃん役は彼にしかできないと絶賛するファンも多数いるんだぜ。原作のイメージを壊さないように演技していたのね。ああ、しかもこの初代ドラマの演出には、堤幸彦さんが大きく関わっていたからな。堤幸彦さんって一体誰なの？継続やトリックなどの演出を担当してる人だぜ。マジで変わったカメラワークや独特の効果音を使った演出が、ドラマの不穏な雰囲気にぴったりハマっており、平均視聴率 23% 以上を記録したんだぜ。大成功ドラマじゃないの。それなのになんでリメイク版は不評だったのかしら？初代以降はスタッフやキャストが一新されてしまい、魅力が落ちたみたいだな。そのまま続投していればよかったのに。主人公は高校生という設定なので、若手に演じさせる方がいいと判断したんだろう。二代目は松本潤さん、三代目は亀梨和也さん、四代目は山田洋介さん、五代目は道枝俊介さんが務めたんだぜ。それだけ何度もドラマ化してるってのもすごいわね。事務所の後輩たちが引き継ぐ形で何度もドラマ化しているからな。けれど、初代のイメージが強すぎるのか、主人公の演技がいまいち、おちゃらけ感が足りないんだよな、という声が目立っていたぜ。先輩の演技は超えられなかったってことかしら？ああ、五代目の道枝俊介さんが演じたドラマでは、初代でも放送した金田一少年の、仁というストーリーを、約26年ぶりに新しく作り直したものだったが、平均視聴率が 6% ほどだったしな。そんなしょっぱい数字だったんだ。平均視聴率が 20% 超えしていた初代と比べ、散々な結果になってしまったぜ。続いて紹介するドラマは GTO だ。原作となった漫画は、5000万部を超える売り上げを記録しているぞ。人気漫画は映像化されることが多いのねー。そうだな、まあ漫画の売り上げを伸ばしたのは、反町隆史さんが主演したドラマ版が、社会現象を巻き起こすほどヒットしたからだろう。そんなに話題だったの？ああ、最終話では、視聴率がなんと 35.7% もあったんだぜ。びっくり仰天するような数字だわ。驚異的すぎるよな。思わず叫んじゃったもん。ちなみに、このドラマって一体どんなストーリーなの？この作品は、元走り屋である主人公の鬼塚栄吉が教師となり、型破りな方法で生徒たちを救っていくという内容なんだ。異色の教師ってわけね。教師の真面目なイメージとは真逆のキャラだよな。しかし不真面目そうな言動をしながらも、問題を抱えた生徒たちを見捨てることなく、真正面からぶつかっていく反町隆史さんの演技が、視聴者からとても好評だったようだ。本当に生徒のことを考えてくれている感じがするもんね。ああ、それにドラマは主人公の見た目などが変更されているが、エピソード部分は忠実に再現されているので、原作ファンも納得の出来みたいだしな。話の展開が原作に沿っているのは、ファンからすると嬉しいことだと思うわ。一方でリメイク版は、主人公のビジュアルだけ似てるけど他は全然ダメと酷評されているんだぜ。ビジュアルがいいのになんでそんなこと言うの？主人公を演じたアキラさんは、長年エグザイルのダンサーとして活躍しているので、ダンスの才能は確かなんだが、演技の方はいまいちみたいだな。そういうことだったのね。しかもリメイク版の方はオリジナルストーリーが多く、GTO らしさがなくなってる、内容が説教臭くて見てられない。せっかく見た目は反町版より原作よりなのに、話が絶望的につまらない、という感想もあったぞ。同じストーリーだとつまらなく感じるから、オリジナル要素を盛り込んだのかもしれないけど、そのせいで視聴者的には、期待外れな内容になっちゃったのかしら。
むしろリメイク版の方が、セリフの言い回しが好きって人もいたようだぜ。視聴率は平均で 13% ほどだったので、決して悪い数字ではないんだが、前作とはかなりの差があり、大失敗だったと言われているぞ。昔と違ってテレビの視聴率は下がってるって聞くけど、社会現象まで起こったドラマのリメイクだから、もう少し見てくれる人がいると思ったわ。視聴率の数字を見てもわかる通り、昔の方がいいと感じる人が多いんだろうな。ちなみに、2024年4月には、再び反町隆史さんが主演する GTO リバイバルが放送されるんだぜ。リメイク版はなかったことにして、続編を作ったってこと？まあ、そういうことかもしれないな。なんだかドラマ業界の闇を見た気分だわ。最後に紹介するドラマは花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスだぜ。出たー、みんな大好きイケパラ。霊夢のテンションがめちゃくちゃ上がってるな。えへへ、だってイケメンがいっぱい出てくるドラマなんて最高だもの。現在は芸能界を引退している堀北真希さんが主演していたドラマで、小栗旬さんや生田斗真さんといった有名な俳優がたくさん出演していたもんな。そうそう、男子校に入学するために、主人公の女の子が男装をしてるんじゃなかった？ああ、その通りだ。このドラマの売りは、イケメンが多く出演しているところなんだが、主演の堀北真希さんの男装クオリティが高いところも人気なんだぜ。もともと可愛らしい顔つきだからか、男の子のふりをしていてもすごくキュートだわ。少年っぽい雰囲気が出ていて、まさに美少年って感じだよな。女子からモテそうな見た目をしてるわよね。イケメン俳優たちとの絡みシーンも、見応えがあってドキドキする。ストーリー面白いし毎週楽しみ、という感じで非常に高評価なドラマだったんだぜ。わかるわー。少女漫画みたいな展開が多くて、キュンキュンしちゃうもん。このドラマの原作は少女漫画だからな。霊夢のように全国の女子が、ときめきながら視聴してたと思うぞ。みんな目がハートになってたに違いないわ。リメイク版でもイケメン俳優が多数出演したんだがな。どうしてそんな暗い顔をしてるのよ？実は、主演のクオリティが下がった失敗作と一部の視聴者から呼ばれているんだぜ。そこまで言われるほど、ひどい作品だったの？前作では堀北真希さんが主人公を演じたが、リメイク版では元 AKB の前田敦子さんが起用されたんだ。アイドルの子が男装するならきっと可愛いんじゃない？髪型のせいもあるかもしれないが、男装した前田敦子さんは、ダウンタウンの浜田さんに似てるとネットで話題になったんだぜ。いやいや、それはまあ。画像を見ると確かに似てる気がして、強く否定できないわね。演技も棒読みでストーリーに集中できない、もっと男装が似合うアイドルがいたでしょ。といった感想も SNS 上で投稿されて、視聴者から叩かれていたようだしな。それだけ堀北真希さんが主演したイケパラの完成度が高かったんでしょうね。前田敦子さんを叩く声だけでなく、イケメン俳優として起用された人たちに対しても、前作より質が下がって、イケメンに見えないと厳しい意見が出ていたぜ。でもそれは、前作に有名な俳優さんが多く出演していたせいもあるわよね。そうだな、キャスティングがうまくいったんだと思うぜ。だから余計に、リメイクに対する視聴者の期待値が上がってしまったのかもしれないな。さて、今回はリメイク大失敗ドラマ4000について紹介したぜ。人気になった作品でも、リメイク版で残念な出来になっちゃうことって結構あるのね。そうだな、キャストの変更だったり、ストーリーの変更によって、別物の作品になってしまうものも多いからな。もともとある作品をうまく作り変えるのは、なかなか難しいってことが今回よくわかったわ。ってことで、次回もまたいろいろ教えてね、マリサ。ああ、もちろんだとも。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。